本日は、2017年6月の9日、江本勝先生を鎌倉にお招きしての、講演会というのを、させていただきます。でなぜこのような、ことになったかといいますと、こちらにありますアクアローション愛感謝ボトル、こちらを作っていくにあたっての、きっかけとなりました。で昨年の11月に江本勝先生と出会って、鎌倉公演が半年後に実現いたしましたので、今日は先生とにちょっといろいろお話を聞いたり質問させていただいたりしたいと思います。で私は株式会社ダイヤモンドヘッド、鎌倉と藤沢でサロンをさせていただいております。でそして美容系が言霊トレーナーとして活躍しております、上條琴世と申します。よろしくお願いいたします。では先生よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。先生の自己紹介を簡単にしていただけますでしょうか。はい、江本勝と申します。横浜の生まれで、今年70になるおじさんですが、お水の、研究者として、ちょっと今まで人がやったことはないようなことに成功したものですから、世界的な評価をいただいております。その中で、愛感謝という言葉が私 の、 この研究および人生のライフテーマとなりました。そのことは後でお話しますけれども、今回その名前をつけてくれたローションというんですか。はい、ローション、はい、それが上條さんのところで、ダイヤモンドヘッドさんで、出していただけるということなので、喜んで参ったわけであります。はい、ありがとうございます。で本当に今日は鎌倉で一番人がにぎわう6月の紫陽花が一番綺麗な時期、そして梅雨に入ったばっかりなのに江本先生来られるってことで、こんなにお天気が良くて本当に素晴らしい。そしてこちら、サスケサロンという、国の重要文化財にもなっているこちらの素敵なお庭のあるサロンを、お借りしての、イベントがこれから始まります。で、私ちょっと江本先生に、ご質問なんですけれども、私は15年ぐらい前に先生のこの著書、こちらをお友達に見せていただいたんですね。はい、でその方がお水の話をされた時に、こうありがとうとバカ野郎っていう瓶に書いた結晶がこんなに違うのよっていうのをこの本を見せられたんですね。こちらがバカ野郎、でありがとうという結晶を見せられて、そしてその時はなんかもう多分脳みそにくさっと突き刺さったと思うんですけれども、それぐらいものすごくインパクトのある結晶写真だったんですけれども、ただよくよく考えるとお水のいいとか悪いとかそういったことを凍らせて結晶に取るっていう単純な発想なんですが、誰もされてなくて、それを江本先生が発見されて、それが世界中にものすごい大反響を呼んだっていう感じだと思うんですけれども、先生がその結晶を取ろうと思ったきっかけっていうのをちょっとなんでかなってお聞きしたかったんですけれども、それ以前に私は MRA という波動測定器を駆使して、約1万人の方々の病気治しし、貢献してまいりました。そういう中で人はなぜ病気になるのか、その理由が分かりました。分かれば治せるんですね。そうですね。はい、でそれがしかも水だけで治せるということに気がつきまして、そのことについて11冊ですかね、本を出版しています。ところがやはり世間の人、その当事者とその親戚とかお友達は信じてくれるんだけれども、お医者さんなんか全く信じないし、はい、むしろ否定的な態度を取っていましたね。それでそれが尺に触った、絶対もう分からさせてやるというようなことで日夜考えているうちに、水、見えないものだから
そうなるんだろうなと、うん、見えるその形にしてやろう、うん、はい、そうするためにはどうしたらいいのかなということで考えていた時に、まあ、雪の結晶2つし、と同じものはないというような、うん、北大の中谷宇次郎先生の、うん、研究を写真を、うん、見ましたね、はい、これだということでひらめいて、まあ、雪も水も一緒じゃないか、うん、そうですね、同じもんじゃないか、同じですね、うん、だから水を凍らせれば、はい、水の中の見えない情報が、うん、ああいう結晶という形で、うん、現れてくるに違いないと思って、それをトライしたわけであります。1994年のことでしたね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。で、この本が一番最初ですよね。そうですね、結晶写真関係についてはこの本が最初です。1999年の作品ですから14年前になります、はい、で最初にですね、見ていくととてもこれ分かりやすくて、よく世の中のお水、水道水ですね、まず日本の水道水が結晶がどう違うかっていうのはこれですごくすごく分かりやすく結晶になっていて、うん、その後、まあ、世の中に世界にあるいいお水、うん、体にいいお水っていうのがまたこう載っていて、その後見ると音楽を聴かせるっていう、そこにたどり着いたのはまたどういう視点なんでしょうか。はい、これもまあたどるべくしてたどった道でありまして、最初にその結晶写真というものの撮影方法を考え、それに成功した、水道水や自然水などをいっぱい取っていった、ところが一体この結晶って何だろうと、はい、冷たい寒い、マイナス25度 C からマイナス30度 C で凍らせて、まあ、それをマイナス5度に設定した冷蔵庫の中で観測をするわけですが、はい、顕微鏡を使いますね。それで、光が当たりますので、だんだんこう温度が上がってくるわけです、はい、上がってくるにつれて結晶が現れて成長をしていくわけです。そしてそれが0度周囲になると、はい、消えちゃうわけですね。当然そうですね、氷じゃなくなっちゃうから、ね、はい、何なんだこの結晶というその概念がね、溶けて消えてしまう、いわゆる虚像です、はい、イメージというか虚像ですね。でそれを考えた結果、うん、これは振動、うん、振動が生み出すデザインに違いない。デザイン、はい、うん、と思ったんですね。なるほど、はい、で振動というのは、はい、今の科学でもエネルギーというふうに認められていますね、はい、だからこの振動を運んでくれている水を飲まないと私たちは生きていけないんだな、何者も誕生しないんだな、よしそれを今度は証明してみせようということで、振動だけでできている音楽を水に聞かせて、はい、その聞かせる前と聞かせた後でどう変わるだろうかということの実験をやって、まあ、成功したわけであります。そういうことなんですね、うん、っていうことは例えば赤ちゃん、うん、お腹にいる赤ちゃんにモーツァルト聞かせると頭のいい子が生まれるよとか、いい子が生まれるよとか、お花に、ね、音楽聞かせると綺麗にお花が咲くよとか、そういったことも全てなんかこうつながってきますよね。つながってきますよ。実は私自身がそうですね、私の母親、明治生まれの母親なんですがね、非常に、モガでした、モダンガールでした。おで音楽が好きで歌が上手くてね、じゃ先生お腹の中にいる時にしょっちゅうねその歌を歌ってくれたんですね、それでまあ私は、そのかなり、音楽的にもまあ西洋的なことに対してもね、かなり生まれてすぐにねひらめいてきました。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。で今度またその後これがまたすごい衝撃を呼んだっていうので、言葉を貼り付けると結晶が変わるって、やっぱりこれが
すごく世界で表現。そうですね。これも必然、必要から起きた、はい、ことですね。MRA という波動測定器で、いろいろな方を測定してね、波動水というものを作って病気治しに貢献をさせていただきました。がんからリンパ腫から白血病から時にはエイズまで、はい、難病という難病を全部、担当して、まあ良い結果を得たんですが、当然そうなってくると評判が評判を呼びます、うん。そうするといろんな方々からうちの娘をうちの息子を見てくださいと、ところが北海道にいたり九州にいたりなかなか来れないんですね。そうですね、うん。でまあしょうがないもんだから最初は、その方の髪の毛を送ってもらって、はい、髪の毛を波動測定器の上に置いて、その波動を測定する。そうするとその人の波動が全部測定できるんですね。でそういうことでやっていました。でそのうちまあオフィスが髪の毛だらけだちょっと怖いですねちょっと不気味な。で奥さんが妻がお父さんもうやめてくんないというもんだからそうか、じゃあ何かいい他にいい方ないもんかなということで、じゃあ今度は写真でやってみよう、はい、で写真を送ってもらいます、はい、で写真を波動測定器の上に置いて測る。それでも完璧に測れた、水も作れた。そしてある時写真もない何もないという状態の中で、ある子供を測定をしなければならなくなった。そうしないとその子供その日のうちに死んじゃうとか言って、奥さんがお母さんがもう頼みますからとか言って来たわけです、はい、もう慌ててるもんだから写真は持ってこない、何もない、まあ、時間を急ぐものだと判断したものですから、はい、まあ、すでに入院してたんですね。でその弱っているところに感染症に入っちゃった、はい、なっちゃった。だからそれはちょっと危険なんでね、はい、うん、みんな行かれちゃったんです。よしっていうんで、いや、お名前を伺、はい、いましょうと、はい、で、まあ、上条子だよとか、うん、名前をもらって、はい、それを機械の上に置いて、そして測定をしたり、はい、でそれも測定できて、なおかつ劇的にその子は明日、翌朝、ケロリとしちゃったわけ、ウイルスだから、それさえ、取れればね、で、まあ、水でそれがちゃんと取れるわけですね。まあそういうことから、いわゆる名前、言葉、文字、はい、からも情報がある。うーん、ということで、よし、文字を見せてやろう。まず最初に選んだのは、ありがとうバカヤロでした。わかりやすいですもんね、うん、ああ。そういうことだったんですね。ありがとうございます。まあ、偶然は何もないんですよ。そうですね、僕の場合、はい、うん、必要から全て、そうですね、うん、こうだからこうしてみようって言って結果がこういうふうにちゃんと目で見えるように出てきたっていうことですよね、うん、はい、ありがとうございます。で今回ですね、私もずっと美容20年以上させていただいてるんですけども、ちょっと年がバレちゃいそうですけれども、その時にですね、綺麗になるお化粧品ってもうたくさん世界中にありますので、その時に、まあ、ほとんどお水でできてますので、あ、ここに元気になる、綺麗になる言葉、うん、いい言葉を貼り付けたら、この江本先生のこの理屈理論で、理論ですね、理論でいい化粧になるんじゃないか、そうすると体中いい化粧がつくとまた変わってくるじゃないかっていうことで、急にその15年前に見せていただいた写真がボンってこう脳みそからポンって出てきて、それで作らせていただいたんですね。なのでこの愛感謝のボトルが本当に日本中だけじゃなくて世界中の方たちに広まって、必ず朝と晩皆さん使いますので、朝愛を、ね、与えて感謝を受け取る、愛感謝愛感謝ってつけていただけると、もちろん綺麗になりますけども、より一層幸せに綺麗にっていう人生がその方なるんじゃないかなって思って、作らせていただいたんですけれども、江本先生本当にありがとうございました。でもしよろしかったら美しくなりたい皆様にちょっとコメントをいただければ。すでに妻が試供品を使
会わさせてもらってます。そうですね、はい。彼女がこれはいいって言ってます。ありがとうございます。あの人はめったにね、そういうこと言わない人なんですよ。なかなかこれはいいが勧められればって言って、はい、嬉しいです、うん、はい。匂いはするんですか？何にもしないです。あ、先生まだおつけいただいて。まだ手に出してから。あ、そうか。手に出していただいて、手に出していただいて、あ、こうやってはい、こう手に出していただいて、ちょっとトロッとしてますので、トロッとしてますね、はい。でこう、こういうふうにつけていただけると、はい、愛感謝、愛感謝でつけていただくと、はい、綺麗になりますので。でも本当にこれがきっかけで、本当にこんなね、もう世界中で引く手、引き手あまたな、もう引っ張りだこの根本まさる先生、初デート、奥様との初デート以来初の、はい、また初というか、それから初の鎌倉においでいただいて、とっても今幸せですし、これから来られる方たちも楽しみにしておりますので、今後ともよろしくお願いします。なんとね、はい、47年ぶりですよ。わー、はい、ありがとうございます。そして、こちらの愛感謝、アクアローションボトルなんですけれども、こちらですね、1本流通があるために、江本先生の行っている、江本ピースプロジェクトという福島の、はい、被爆してしまった子どもたちを助ける運動の方にも、寄付をさせていただいております。こちらのアクアローション、そしてこちらのエンジェルウォーター、こちらのお水がその被爆、体内被爆を、緩和して元気にしてくれるお水になってますので、そのような活動にも、先生も先頭を切ってなさっていらっしゃいますし、私たちも協力させていただいております。先生、それでは本日またイベントこれから始まりますけれども、よろしくお願いいたします。お忙しい中、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。